皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート4やっていきましょう。前回の動画で洞窟探検には何が必要ですかという質問をしていたんですが、たくさんのアドバイスコメントありがとうございました。まずはそのアドバイスコメントをもとに洞窟探検の準備やっていきたいと思います。一番最初に作った方がいいと言われているのがチェスト、これがないと持ち物が入れられないみたいですね。で、2つ作るとつなげられるみたいなんですが、ちょっとやってみましょう。1つ持って、もう1つここに持ちます。どこに置けばいいかな。まあここにしますか一旦。1つ置いて、もう1つ、おお、つながった。で、これにまずいらないものを全部入れてしまいましょう。リンゴはいらないよね。レッドストーン、これは何だろう。よくわかんないですけど、まあわかんないものを全部入れちゃいましょう。剣は必要、あ、待って、土もちょっと必要だな。石炭も必要だ。この辺はいらないかな。なんか牛の鳴き声がさっきから外でうるさいんですが、丸石、いや丸石の方がいっぱいあるから一旦土はいらないですね。で、砂もいらないな。こんな感じ。とりあえずこんな感じで。で、松明、これも必要だって言われました。で、松明を作るためには、待てよ、どこだ松明ちゃん。あれ、いいんだよねこれで。あ、こうすんのか。あ、待って、足りない、棒だ。棒をまずは作らなければいけない。棒をまあパーって作っちゃいましょう。棒だーっと作って、松明は、どこですか。ここじゃない、ここじゃない。あった。待って、そんなに作れないですか。40本足りるかな。いや足りないと思う。多分40本じゃ足りないですね。で、その他にはツルハシ、これも作れって言われてます。ツルハシ、これか、石のツルハシでいいんだよね。何個作ろうか。今1個あるけど壊れそうだから3本ぐらい作っとく。3本作りました。で、鉄のツルハシがないと取れないものもあるみたいなんですけど、ちょっとまだ鉄を持ってないのでこれは作れませんね。剣は石の剣が1本あれば大丈夫でしょう。あと食料、じゃあちょっと食料と松明作ってきます。そう、この村にある小麦を使えばパンが作れるっていう話も聞いたんですよ。それもちょっとやってみましょう。人参と小麦を全部刈らせていただきます。ごめんなさい。ただね、なんかこの村人勝手にこうやって種を植えてくれるから、まあほっとけばまた作ってくれるでしょう。ありがとうございます。 ありがたくいただきます。で、パンか、作ってみる。ここで作れるのかな。小麦、ダメか、作業台がないとダメっぽいですね。じゃああっちの畑からも回収しますよ。はい、帰ってきました。作業台でパン作れた。これか。どれぐらい作れる。6個しかない。6個じゃちょっと心もたないですが、あとはこれも焼いていきますか。豚肉も大量に手に入れました。うわ、待って、木材が足りないな。棒を絶対作りすぎましたね。まあまあそれはしょうがないとして、じゃあ木材もついでに取ってきます。はい、丸太大量に取ってきました。これで木炭も作っていきましょう。よーし、あと何が必要なんだろうか。作業台とかチェストとかも持っていった方がいいっていう意見はあるんですけど、まあ作業台だけじゃあ一つ持っていきますか。かまどと、あとベッド、いや大丈夫でしょ。うん、寝ることはないと思うんでベッドは一旦置いていきます。じゃあもうちょっと整えていきます。はい、準備完了。こんな感じでどうでしょうか。石のツルハシが3つ、石の剣が1つ、作業台が1つで、こっちに食べ物と、あと松明ですね。松明ちょっと作りすぎたかなって感じはあるんですけど、あと予備で棒も何本か持ってます。さて、じゃあ洞窟を探しますか。あともう一つアドバイスでいただいてたのが、村の近くじゃない方がいいと。村の下に洞窟があった場合、そこを探検してると上でゾンビとかが湧いちゃうっていう話を聞いたんで、ちょっとあっちの方は避けましょう。こっちで探していきたいと思います。洞窟ありますか。おっと、違うな。案外ね、ないんですよ。おっと、あったね。これちょっと探検してみる。で、松明をなんか同じ方向にだけ置いていけば迷子にはなりませんよという話は聞きましたが、浅い、浅すぎる。で、ちょっと石炭があったのでこれだけいただいていきましょう。うわ、こんなもんなの。待て、もっとでかい洞窟が絶対あるよ。これは多分外れですね。石炭はちょっと序盤のうちは手に入れていきます。いや待って、多いな、こんなもんでいいな。あんまりね、
道具持っててもなんだろう、せっかく新しいアイテムゲットしても持てなくなっちゃうので、なるべくでかい洞窟を探検したい。チェストも最悪なかったらその場で作りましょう。作業台は持ってきてるんでね。洞窟ありませんか？めっちゃ豚とか羊いるやんこっち。まあ、全然来たことないもんねこっち側に。おっとあったぞ、あれ洞窟でしょ。あそこ行きたい。深いかな、深くないかもしれんが、おっと深いんじゃない？うわなんだこれ、なんかある。これは何でしょうか？4つあるね。掘れてる？あ掘れてるね。あ鉄？これもしかして鉄のつるはしが作れるんじゃね、これがあれば。はいこれで、おーっとまだあるまだある。拾えない。はい拾った。これはお鉄鉱石、これがあれば鉄のつるはしが作れるんじゃない。これもどんどん集めていきましょう。あ待てよ、鉄の、あこれもなんかコメントでいただいてましたね。鉄のつるはしを作るためには鉄鉱石を一回あれにしないといけないんだ。鉄なんて、なんだったっけ、かまどで鉄の塊みたいなのにしないといけないんだ。やばい、この洞窟深そうだから。ここ待って、クリーパーいるじゃん。クリーパーいるよね。やばいやばいやばいってやばいって、来ないでください、来ないで、本当に来ないで、本当に来ないで、本当に来ないで。あと何発よこいつ、何発、全然やられないじゃん。え強くねえか。あーやられたやられた。ここの入り口に作業台とかまど設置しちゃうか。そうすれば楽になるでしょう。作業台をじゃあここに作って、これでかまどを作りましょう。OK。かまどめっちゃ作るやん、今回。で、かまどに原料持ってきてない。鉄鉱石上に入れて、ちょっと原料拝借してきます。はい、原料を拝借してきました。これで鉄鉱石を焼けば、鉄の塊？鉄インゴットっていうのかな？それができるみたいです。で、ツルハシを作るためには3つ必要なのかな。お、出た、鉄の延べ棒ですね。てかこれって多分あれだよね、統合版とか Java 版とかによって言い方が違うんだよね。で、これで2つ、いいぞいいぞ、鉄のツルハシは欲しいところ。で、ツルハシを作るために棒も必要なんですが、それは持ってきてますね、完璧だ。で、これで3つ作れるよね。これか。出た！鉄の斧、鉄の剣、出た！鉄のつるはし、ありがとう！これも一個持っていきましょう。置きっぱでいいよね。置きっぱで探検しちゃいたいと思います。松明はじゃあ左側につけていくっていうルールにしますか。おっと、深いぞ。お、深いね、深いね。まだある？待って、結構深い。そんなことない。おっと、深いですね。深くない。全然深くないじゃん。ちょっと。せっかくかまどとか設置したのに、全部じゃあ回収してもう一回洞窟探します。そしてやってるうちに気づきました、やっぱりこれベッドいるな。ベッドがないと多分暗くなった時積んじゃうんで、羊もある程度借りながらやっていきましょう。なんだあの赤いやつは。あの赤いのが気になる MK さん、あっちに向かっていきます。いや待って、あんまり行くと迷子になるかな。あんまり遠くには行きたくないんですが、この辺に洞窟ありませんか？なんかさっきからあるっちゃあるんだけど、浅いんだよな、洞窟自体が。もうちょっとね、深い洞窟があるはずなんですよ。これは？おっと？入り口はちっちゃいけどどうだろう？行ってみますか。こっち側に松明置いてく、深いんじゃない？あれ待って。来た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 、これですよ。鉄回収していきたい。あんまりこういうの気にしない方がいい。後で全部回収する？うわ待って、めっちゃ深いやん。うわ待って待って、やばいやばいやばい。あー2つつけちゃった。左側だけつけてけば帰り迷わないっていう話でしたよね。待てよ、どこ行けばいいんだ、どこ行けば。なんかカラカラ鳴ってるよ、敵いるね、絶対敵いるよ。待って、え深すぎ、やばい、なんかいる。あーやばいやばい、なんかいる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 。こんにちは、あなたと戦いたくないあんまり。あやばい、やられる。待って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 、ほらよ弓、あぶねえって弓こわ。でね、なんかこの座標が、あなんか光ってるよ、怖い怖い怖い。なんか座標が低くなれば低くなるほどレアな鉱石が多いらしいんですよ。だから待って、マグマあるじゃん、怖い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 って。マグマに当たんないように行きましょう。おーっと、めっちゃ深いめっちゃ深いよ。今座標が22、いいですねいいですね。で鉄も一応取っていきましょう。鉄ワイハー
マジか。で、じゃあ2つ目使っちゃいます。マジでめっちゃいるじゃん、ツルハシ。ありがとうございます。コメントくれた方、マジでツルハシいるんですね、これ。そんないらねえだろと思ってたわ。舐めてました、完全。おっと、これは金ですか。これ鉄のツルハシじゃないと取れないとか、そういう話あるかな。一応鉄のツルハシで掘ります。これ金じゃないの、違う、早くも MK さん金をゲットしたのでは。え、めっちゃあるじゃん、しかも。ありがたい、金だよね絶対。でちょっと見てみましょうか。お、出た、金鉱石。これはいいんじゃない、金のツルハシとか作れるんじゃないかな。作ってみたいけど、ちょっと後にしますか。今は鉄のツルハシがあれば十分でしょう。鉄のツルハシちょっともったいないんで、あんまりレアなやつ以外には使わないようにします。待って、水、わー、危ない危ない、本当に危ない、それ。あ、待って、やばい、塞がれた、塞がれたね、これ無理だね。マグマはちょっと超えれないんで戻ります。やばい、滝が戻りにくい。うわうわうわ、しかもめちゃくちゃ下に来ちゃったんじゃないのこれ。17点0以下はいけないんだよね、多分。だから17ってのはかなり下に来てると思いますが、マグマ気をつけて。ただマグマがあるとめっちゃ明るくてありがたいですね。あと松明もいるな、これ。120本ぐらい持ってきたけど、これ必要でしたね。でこっちに来て、まだ行ってない部分まだまだありますよ。金鉱石に、囚われず、今回は一番レアなのはダイヤモンドなのかな、やっぱり。ダイヤモンドも見つけたい。初の洞窟探検でダイヤモンド見つかったら、もうそれ勝ちでしょ、大勝利ですよ。いないですか。あと敵気をつけましょうね、急に出てくるんで。水が多いな、この洞窟。こんなもんなの、洞窟って水多すぎない。あ、鉄もね、まだ序盤ですから、どんどん手に入れていきますよ。鉄鉱石で何が作れるんだろう。金の、まあ金の剣とかは単純に攻撃力が強いんでしょうね。金の剣とかはまだしも、あとなんだろうな、トロッコとか話聞いたことによると作れるらしいんですが、まだ早いよね多分ね。でこっち側、待って、水から脱出するのが辛すぎる。水止めれないんだっけ。なんかこの出てるとこにブロック置けば止めれるみたいな話なかったですか。勘違いかな、やってみますか。ここに置く、止めれる、おお止めれるじゃん。ちょっとこれで止めてこうよ、いちいち水は。やばい、結構広いぞこの洞窟。ただ下の方に何かいる。待て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 、バカバカバカ、2匹いる、2匹。おっと、なんだ、喧嘩してる。あ、喧嘩してる、ありがとう、喧嘩しといて。ありがたいですねこれは。なんだあれ、ちょっとバグって、あー、なんか弓が打たさってんのか。終わった、バババババ、喧嘩終わった、喧嘩終了ですか、ありがとう。いいと、待って、まだいるじゃん。待って待って待って、体力、やばいやばい、一回逃げよう、一回逃げよう、体力が危なすぎる、怖い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 。一回食べ物食べて体力回復してから挑みますよ。怖、危な、回復するよね。おーっと、回復してる回復してる、来いよ来いよ、どこ行った、いた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 、危ない。ちょっと待って、卑怯じゃん最初から遠距離攻撃は。いけ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 、このジグザグ戦法で、ジグザグ戦法でかわしつつ行きたかった。待って待って待て、やばいやばいやばすぎ、逃げろ逃げろ逃げろ。よーし、体勢立て直しましたよ。まずここに松明を立てる、オッケー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 。で明るくなってからが勝負だ、いけ、ジャンピングジャンピングキル、オッケー。いや怖、マジで、その弓卑怯だな、私も欲しいんですけど。弓をください。なんか落としたりしてない、あ、してないな。なんだ、骨と矢は手に入りましたが、肝心の弓がない。弓がなきゃ矢は意味ないですよね。で、おー、鉄大量だ。鉄ある、わーい。待て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 。暗い暗い暗い。怖い怖い怖い。何？あ、砂だね、やっぱり。いや、待ってよ。この仕様はなかなか恐怖だぞ。砂系はあんまり壊さない方がいいですね。いや、今壊したつもりないんだけど、行き止まり。壊したつもりないんだけどな。勝手に壊れましたよ、今。近くのブロックを壊すだけでもまずいのはまずいみたいですね。で、ここも塞いで、OK、ほら。これ、砂落ちてきたところにいるとどうなるんでしょうか？それはまた知りたいところですが、待てよ、ここも押さえとく？ OK、OK、OK、OK。いや、これ、ブロックも持ってきて正解ですね。本当、アドバイスくれた方ありがとうございました、行き止まり。こんなもんか？この洞窟。いや、でも、金がゲットできたのはだいぶでかい。待て待て待て、迷ってる、完全に迷ってる、完全に迷ってる。 MK さん、こっちか、こっちは今来たの。やばいやばい、洞窟ってめっちゃ迷うやん。こっち、
こっちですか。おっと、なんか違う通路出ましたね。で、こっちに来れば行き止まり。あんま走んない方がいいかもしれないけど、ちょっと時間短縮で走っちゃうな。で、こっち、あー違うな。やばい。どちゃんこ迷ってる。MK さん、どちゃんこ迷ってますね。なんか出られたんですけど、絶対これ入ってきた場所じゃないんだよな。入ってきた場所ここじゃないですよね。あれ？あ、ここか？なんかわかんないけど出ました。やったー。地上に出ました。うわー、でもなんかわかんないまま終わっちゃったな。多分分岐点がまだあったはずなんですけど、全部潰してないと思いますが、まあまあ出れなくなっちゃったんでしょうがないですね。よーし、でこれなんだろう。この赤いやつ、待って、お腹が空いて力が出ない。この赤いやつ何？キノコ？なんかキノコみたいなのあるけど、これ取れるのかな？壊してみましょう。あ、取れない。うわ、なんか気持ち悪い。あ、なんか気持ち悪いな。これは？あ、取れない。取れませんね。なんかごめん、不格好にしちゃった。じゃあまあ、これはいいとして、もう一個くらい洞窟探検したいな、今回。ちょっと取れ、なんだろう、取れたのが金だけなんで、金じゃない何かも入手しておきたい。うわー、これ完全に違いますね。これなんて海じゃないよね。湿地帯っていうのかな。なんか湿地帯みたいな場所に来てしまいました。多分こっちは洞窟はないですね。あってもなんか水の下は怖いな。上掘ると水出てきたりしたら嫌だからね。じゃあこっち側でさらに洞窟探していきましょう。あとはなんか洞窟以外にもあれば面白いですよね。まあ、今湿地帯も発見できましたが、湿地帯じゃない何か新しいねエリアとか、あとなんだろう、ダンジョン、新しいダンジョンとかもあるかもしれません。何か周りにあったら皆さんもコメントかなんかで教えてくれると嬉しいです。羊、これベッド、おっと、え、バカ深くね。ちょっと待って、ベッド作ろうか。羊さん、羊さん、ちょっとあのウールちょうだい。あ、1個じゃダメ、もう1個ちょうだい。君、2つぐらい落としてくんねえかな、ウール。あー、1個か。もう一匹羊さん倒してからここ入りたいな。いたっけ。うわー、近くに見当たらないからいいや。入ってしまいましょう。待って、でも縦穴すぎる。怖い怖い怖い。ま、出れなくね。まずやばい、ここ入ったら出れない説が浮上している。松明は左、待って待って、こういうのが、後で混乱を招くんです。松明は左側統一でいきましょう。急に出ちゃった。まあこっちじゃないよね、あっちですよ本命は。やべえ、松明めっちゃあるじゃんと思ってたら、もう64本、1スタックっていうのかな、1スタック使っちゃってるよ。待って待って、ほら、こういうのが混乱を招くんだって。オッケーオッケーオッケー。やばい、深すぎ、怖い。これ落ちちゃダメでしょ、落ちちゃダメですね。あ、こっちから順繰り行きましょう。あ、そうそうそう、こうやってゆっくり、こういうのが混乱を招く。あ、ま、落ちちゃったよ。やばい、出れなくなっちゃうって。なんか積み上げて出ましょう、出るときは。で、なんだ、うわー、水が流れてる。下行っていいの？え、急に下行くと怖いな。なんか強い敵とかいたりしないのかな。下降りるよ。なんかいい鉱石があることを願って。うわー、やばい、めっちゃ深いとこまで来ちゃってるよねこれね。30、あ、でもそんでもないな、まだそんでもないっちゃそんでもない。あと、そう、前回のコメントでもいただいたんですが、スポナーっていう、そのゾンビとかが無限に湧くようなブロックがあるらしいんですよ、洞窟には。それを見つけられれば完璧。それめっちゃレアらしいんで、あの、まあ見つかるかどうかはちょっとわかんない。待って、深くね、深い深い、これはいいぞ。25まで来ました。うわー、こっからまだ、うわ、広くね。うわ、待って、なんかいる、こいつ。あ、待って待って、やばい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 、待って待って待って、嘘でしょ嘘でしょ、待って、やられる、やられちゃう、やられちゃう、逃げろ。嘘だー、バカー。待って待って、やばい、これ取りに行かないとダメだな。エンダーマン、いや、それ強いって聞いてたよ。やばいやばいやばい、取りに行かないと。待って、取り、なんかけん、いや、いいいい、行こう。取りに行って、え、エンダーマン、やばくね、金とか全部落とした。え、さっきのどこ。うわうわうわ、やらかした、これは。夜になっちまったよ、家帰ろう一回。マジか、おい、やば、全部落とした、めっちゃショック。え、
いってスケルトンじゃない、そんなのクリーパーとか今いい構ってらんないよあんたらに。マジゾンビもいる、やばい。夜だ、夜は敵が湧くってのは知ってんだよ。夜は敵湧くから外に出ないでくださいね MK さんって散々言われてるから知ってんだ。いや待って迷っちまったな、これまあ私家に帰る。うわエンダーマンいるよ、やばいやばいやばい。え洞窟ない、あこれ違うな、マジか、マジで言ってる。ちょっと待って、もうアイテム消えちゃったかな、アイテム消えちゃったかも。5分で消えちゃうって話は聞いたんだよね。で5分で消えちゃうのも、なんだろう、近くに行かないと5分のカウントが始まらないらしいから、ちょっと待って一回家に帰ろう、一回家に帰ってそっからだ、作戦を練ろう。うわ全部落としたで、マジで、せっかくいっぱい作ったのに。ショックでか。一回ちょっと無事家に帰りましょう。待て、まあ00に向かっていけばお家はあると思うんで、この辺じゃない、んこれか、これこれじゃない、違う、いやこれじゃないな、これじゃないわ。あー外出れなくなっちゃった。えこれ違うよね、待って外出れない、これ石壊すの時間かかるな。うわやべゾンビ来た、ゾンビ来た。うわ一旦壊させろや、やばいってやばいって、本当にゾンビさん、ゾンビさん今あんたと遊んでる場合じゃないの。嘘でしょ、そんな死なないの、そんな死なないんですっけ。オーケー死んだ、待って、あこれ積み重ねればいいのか、その方が早いな。オッケー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 、それはいいんだけども、いや ここじゃないよね絶対ね。いや待ってなんだこれ、逆に変なの見つけちゃった。お家あった、待ってお家まで行きたい。うわぜっわたたんたんたん、これさっき冒険した洞窟だな、やばい待って、あくいや嘘でしょ、マジで言ってる、マジで言ってる。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、タンマ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 、一回タンマ、タンマあり、マイクラってマイクラ、タンマあり、タンマなし、やばいやばい、待って泳ごう、泳いでいきます、泳いでいきます、待ってやばい、本当にガチ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 、逃げろ MK さん、逃げて MK さん、オッケー、逃げれた、あーもうちょっとでお家だからやめて、本当にもうちょっとでお家だから勘弁して。やばい、この腐った肉食べる、いや腐った肉食べない方がいいって言われた、やばいって、走れないんだよね今私、走れないんですよねお腹空いて。待って、ほんと無理、もう目の前なんだってお家は、帰らして、せめてお家に帰らせてください、私をやめてください、来ないでください、寝させてください。一回来てる、ゾンビ来てるよね絶対ね、後ろ振り返っちゃダメ、後ろ振り返っちゃダメです。こう来てこう来て、はい閉じる、でおやすみなさい。あー焦った焦ったけど、待ってもう道具全部なくした、せっかく金取ったのに、マジか。ちょっとじゃあ一旦今回はここまでにします、ショックでけー。じゃあ次回はあの洞窟の場所をなんとか見つけ出して、あの道具奪還しましょう。ただ5分経っちゃうと消えちゃうっていう噂もあるんで、それはもう消えちゃったらしょうがない。ただあの洞窟もまだまだ探検してない場所はあったので、あの洞窟の探検続きからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。